問です。あなたは痩せるために健康食品をいくつも買って飲んだり食べたりしていませんか？実はその健康食品、痩せるどころか健康を害したり全く意味のないものにお金を使っているかもしれません。マイナス10キロ、綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ご存知ですか？実は健康食品特に根拠がなくても健康食品として売られていることが多いんです。そこで今回は今健康食品を飲んだり食べたりしている方、これから始める方にもおすすめしたい実は無意味な健康食品の真相をお話します。健康食品で損したくない方、健康で綺麗に痩せて本当の自分を取り戻したい女性の方にはぜひご覧いただきたい有益な情報になっています。ぜひ最後までご覧くださいね。では目次1、健康食品の闇とは。目次に要注意、無意味な健康食品3選。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで健康で綺麗に痩せて輝く女性を増やしていきたいって思いを込めて配信しています。ぜひチャンネル登録していただきお役立てください。早速お伝えしていきます。目次1、健康食品の闇。その共通のポイントは健康食品にたくさんの添加物が含まれていることがあるから。すると内臓に負担がかかり結果代謝が落ちてどんどん太ってしまうことになります。サプリの形にする、要は加工されているということは少なからず添加物が入っている、もしくは加熱された段階でその食材が持つ栄養がそぎ落とされていたり、また副作用の危険性もあるということを事前に知っておくことが大事。残念ながら1500種類もの添加物が存在しているため厳密に分類することが困難と言われていますが、現時点でこれだけは特に気をつけてほしい添加物をあなたに厳選してお伝えします。原材料にこんな添加物が入っているのは大変危険です。1、合成着色料。例えば赤102、赤3、黄色4、黄色5、青1、青2などですね。2、合成保存料。ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、安息抗酸ブチルなどですね。3、合成甘味料。サッカリンナトリウム、アスパルテーム、アセスルファム K などですね。4、酸化防止剤。BHT、BHA などです。5、発色剤。亜硝酸ナトリウムなどです。6、防カビ剤。OPP、TBZ などになります。今すぐお手元の健康食品の原材料をチェックしてみてください。今お伝えした添加物の一覧表をコメント欄に貼っておきます。ぜひ活用されてくださいね。ではここから目次に要注意、無意味な健康食品3選。無意味な健康食品1つ目は、コレステロールの吸収を抑える健康食品。コレステロールが高い食事をしてもこれを飲んだら大丈夫みたいな健康食品って本当に多いですよね。例えばいかがですか？健康診断でコレステロール値が高いですねと言われて、自分ではどうしていいのかわからないから何かサプリメントで効果のあるものはないかなって思いますよね。このように健康食品の効果を期待して過剰摂取してしまうと健康被害を及ぼす場合があります。理由としては成分を濃縮していたり医薬品の成分を含んでいる場合が多いからなんですね。また服用しているお薬との組み合わせで健康被害を引き起こす可能性も。本来コレステロールは細胞の膜を作ったり女性ホルモンの材料になっていたりビタミンを吸収するなど体にとって必要な成分なんです。ただし悪玉コレステロールがたくさん増えると血管の中が狭くなり巡りが悪くなって結果代謝が落ちて太ったり脳梗塞や心筋梗塞などの原因にもなると言われてますよね。ではその悪いコレステロールがなぜ増えると思いますか？それは生活習慣の乱れによってもともといたコレステロールが悪玉コレステロールに変わってしまった、それだけなんです。なので入ってくるコレステロールをブロックするのではなくて体の中にあるコレステロールを悪玉コレステロールに変えないような生活習慣をすればサプリはいらない
って思いませんか？まずは1、食べ過ぎ、飲み過ぎ、2、睡眠不足、3、運動不足、4、ストレスなどなど、生活習慣をできることから改善していけばお金もかからないし効果も絶大です。無意味な健康食品2つ目は野菜サプリ、いろいろなお野菜がたくさん取れますよみたいな健康食品って多いですよね。野菜が足りてないから痩せるためにはもっと食べなきゃって思うけど忙しくてなかなかできないって方がターゲットですよね。でも考えてみてください。野菜をたくさん食べたら確かに健康になりますし痩せ菌が増えて痩せます。でもなぜ健康になれるんでしょうか？なぜ痩せやすくなるんでしょうか？それは野菜のメリットである食物繊維の力です。食物繊維をたくさん摂るためには野菜が一番、これが大きなメリットだと私は思うんですね。だったらやっぱり野菜サプリっていいよねって思いますよね。いやいや待ってください、食物繊維があの小さい粒にどれだけ入ると思いますか？先日ドラッグストアのサプリメントコーナーに行って野菜サプリの裏の成分表の数値を見たら食物繊維一粒中 0.06g って書いてあったんですよ。正直少なって思いましたね。一体1日にこれ何錠飲まないといけないのって怖くなりました。食物繊維って1日あたり成人女性で 18g 以上は摂った方がいいって言われてるんですよね。そうすると生活習慣病などを予防できるなどの健康効果が証明されてるんです。でも考えてみてください、いくらたくさんの種類の野菜がこの1錠に入っていたとしてもただの野菜の絞りかすですよ。また野菜から水分を摂取することで腸からしっかり吸収されるから体の中で水分が保たれやすくなるんです。野菜の1日あたりの摂取量は 350g 以上と言われています。野菜 350g ってどれくらいって思いますよね。生野菜なら両手で3杯、茹で野菜なら片手で3杯が 350g のお野菜の目安です。この 350g のお野菜のほとんどが水分と食物繊維です。なのでサプリにしちゃったら全く意味がないですよね。一番いいのはできれば無農薬の旬のお野菜野菜を美味しく食べることです。無意味な健康食品3つ目は脂肪燃焼効果を謳った健康食品。臨床栄養学者のマイク・ウェイクマン氏もおっしゃる通り脂肪燃焼サプリの効能の科学的強固な証拠はないと言われています。確かに脂肪燃焼効果サプリの成分が代謝を促して脂肪をより燃焼するという効能はありますがその効果は小さい。あくまでもバランスの取れた食事や運動していることが前提であってその代わりとなるような魔法の薬ではないってことです。ハンバーガーやフライドポテトを食べた後に脂肪燃焼サプリを飲めば大丈夫なわけないよねって思いますよね。さらに脂肪燃焼サプリは薬剤のように規制が厳しくないんです。なので慎重すぎるくらい慎重になった方がいいです。特に刺激剤が多く含まれていたり異なる成分が含まれている場合は要注意。ご自分でよくリサーチして信頼できる販売店で購入する。またお薬を服用中の方は摂取する前に事前に必ず医師に相談してからにしましょうね。成分によっては1、腹部膨満感などの不快感、2、頭痛や心拍数の上昇、3、不眠症、4、不安感、5、炎症性大腸炎や肝臓へのダメージ、6、脳卒中や心臓疾患といった重篤な疾患との関連が否定できないものもあると言われています。以上3つ、あなたも無意味な健康食品に振り回されて逆に太ったり健康を害したりしないように気をつけましょう。あなたが今すぐ取り組めるように今回の復習をします。最後までご覧ください。こちらの LINE 公式ではあなたの人生を変えるほどの気づきを与えるための動画をプレゼントします。それは10年間太り続けた40代50代の女性、私の生徒さんが1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、そしてウエストマイナス35センチを達成するために実践した腸活ダイエットの方法を解説した動画7本。この動画の内容であなたが痩せるための気づきを得たら1ヶ月後あっという間に痩せてしまうための内容だと自負しています。
プレゼントの受け取りは概要欄の公式 LINE から受け取れます。その他にも公式 LINE ではダイエットの実践に役立つ1ヶ月で痩せ体質になるための食べて痩せる1ヶ月分、合計90食分の腸活メニュー、自分の体質に合わせたダイエットのためのチェックリスト、今日からすぐに実践できる腸活ダイエットのレシピ、これらの特典も含めて合計15大特典を無料プレゼントいたします。これらの15大特典は私の公式 LINE で無料で受け取れますので、動画下の概要欄からぜひ登録してみてください。この他にもこのチャンネルでは腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をできるだけ分かりやすくお伝えしています。なのでそういった情報をこれからも見逃したくないっていう方は、この機会にぜひチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。では今回の動画の大事なポイントを復習して早速実践できるようにしていきましょう。要注意、無意味な健康食品3選は、1コレステロールの吸収を抑える健康食品、2野菜サプリ、3脂肪燃焼効果を謳った健康食品。注意するべきポイントは、1添加物に気をつけること、2事前にリサーチして摂取する前に医師に相談すること、3安易に健康食品に頼らずできることから生活習慣を見直すことでした。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンや実際に取り組んだ感想などコメントでシェアしてくださいね。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をお届けしますので、ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てください。それでは次回の動画でお会いしましょう。